でも痛い。どっちにしても。
はい、ありがとうございました。すごい人間に超越したようなアクロバットのギャップのある個性的な音でね、非常に面白い演舞でした。これで伊勢エビの方から案件来たら不思議だなって非常に思いました。はい、じゃあ続いて、続いての演舞いきます。